ここからは今日の川崎競馬を振り返ります。第一レースからご覧ください。枠入り完了、スタートしました。2番のフォルリリアーナ後ろからになりました。コーダッシュ10番フリフリ、内からは7番マイオス、2頭並んで抜け出して8番 TK クロスが追って3番手、4番手グループに6番イダマンテ、少し下がって4番コマルナディケイド、変わって上がっていた12番ブルートルマリン、この後ろに1番のミルクメイド、それから前を追って9番シンキングロマンス、11番こういう未来へ、この外に5番マガーリつけて、後方から2番のフォルリリアーナ、3番ミス東西です。3、4コーナー中ほど、前は2頭並んで400を切りました。7番マイオス、この外に並んで8番の TK クロス、これを見ながら12番ブルートルマリン上がってくる。4コーナーから直線です。4番手のうちに6番イダマンテ、外に10番フリフリ、前は7番マイオス、振り切りにかかるところ8番 TK クロス並んできた。3番手外から12番ブルートルマリン、内から6番イダマンテも追ってくる。4頭の争いになった。今度は8番 TK クロス先頭です。 TK クロスが先頭でゴール。2番1レース勝ったのは8番の TK クロス、デビュー5戦目嬉しい初勝利です。鞍上は岡村博樹騎手、勝ちタイム56秒2でした。スタートしました。2番メガバズーカランチ、好スタートを切りました。少し追っつけながら先行体制ですが、外迫る8番ハートオブリバティ、これが前に出ました。8番ハートオブリバティが先手、2番メガバズーカランチは2番手の一戦、3番のウィスティンガーが前との差を詰めまして、連れて4番アタッシュマン、これも先団に取り付きました。5番エイシンレアがこの後ろ、7番のベストホリデー先団の後ろにつけまして、後方からの競馬6番カネショーシオンと1番のパイロンです。先頭からしんがりまで7馬身ぐらい、これから向こう上面、先頭に立った8番ハートオブリバティ、1馬身のリードを取っています。3番ウィスティンガーが並びかけます、これが2番手、3番手に4番アタッシュマン、4番手グループも差がありません。押しながら2番メガバズーカランチ、並んで7番ベストホリデー、外に5番のエイシンレア、2馬身半離れまして2頭並んでいます。6番カネショーシオンと1番パイロン、この2頭は後方、600を切りました。3コーナー逃げている8番のハートオブリバティ、リード少し広げまして1馬身半ぐらい、2番手手が動いて5番エーシンレア、そして7番のベストホリデー、2頭が並んで前との差を詰めてきました。4番手少し離れ始めた3番ウィスティンガー、この外から後方から追い上げてくる6番のカネショーシオン。4コーナーから直線、逃げる8番ハートオブリバティ、5番エーシンレア追って2番手、内外離れた3番手少し遅れて7番ベストホリデー、この外から6番のカネショーシオンが追って今4番手、前は2頭並んでくる、外5番エーシンレアが内の8番ハートオブリバティに並んで捉えた。エーシンレア差し切り五輪。2レース勝ったのは5番のエイシンレア、転入2戦目南関東初勝利です。鞍上は本橋幸太騎手、勝ちタイム1分38秒9でした。ゲートイン完了、スタートしました。揃って出ました。押して出ていこうという9番ゴールデンウエスト、内から6番ピリリ、さらに1番トゥルカナと並んで先行、続いて8番難関魂です。5番手グループに7番クオーレカルド、12番のブラックワトル、内追い上げていった2番関のアトラス、この後ろから外上がっていく11番の磯江光、連れて3番のゴールドハーレー、それから5番のシックスレター、4番バイランド、後方離れて10番シェナモエギ、縦長です。 3,4 コーナー中ほど、前は3頭1段、わずかに1番トゥルカナ先頭、外から9番ゴールデンウエスト並んできた、6番ピリリが3番手、4番手から接近11番磯江光、直線です。前は4頭横に大きく広がりました。内1番トゥルカナを捉えにかかる11番磯江光、内外離れている6番ピリリが間3番手、4番手に上がってきた8番の難関魂、さらに3番手に接近、この外から追い込んでくるブラックワトル、前は変わって磯江光ゴール。3レース勝ったのは11番の磯江光、川崎コース初勝利です。鞍上は伊藤博人騎手、勝ちタイム56秒2でした。枠入り完了、スタートしました。ダッシュがつかない2頭は2番エデリーと3番ペイシャセイント、この2頭後方から、前はまず8番イエローリボン抜け出して先手、単独の逃げとなりました。
2、3番手並んで7番ドゥラッツォ、4番シャトン、この2頭前との差をやや詰めています。4番手2馬身半後ろ、6番エルラティオ、さらに後方から2番エデリー、1番 SG リカちゃんと続いて3番ペイシャセイントがしんがりです。1回目の4コーナー、これからスタンド前へ出てきます。先頭7番イエローリボン、ゆったりとリード2馬身ぐらい取っています。7番ドゥラッツォが2番手、4番シャトンは内々追走3番手、後続も差を詰めて2番エデリー4番手、5番手以下6番エルラティオ、3番ペイシャセイント、1番 SG リカちゃんしんがりと変わりました。ここで2番エデリーが外手を動かして先頭に並んでいきました。1コーナー外から2番エデリー先頭に変わっていきます。7番イエローリボンは2番手となりました。2頭の差が2馬身、2馬身半とやや開きます。この後ろやや開いての3番手7番ドゥラッツォ、4番シャトンは4番手、これに接近3番ペイシャセイント、この後ろで手が動き始めた6番エルラティオ、1番 SG リカちゃんしんがりです。マグンやや開いてきました。縦に長くなってきました。向こう上面中ほど先頭に立った2番のエデリー、リード2馬身ぐらいです。8番イエローリボン2番手、ここに2頭が迫ります。7番ドゥラッツォと4番シャトン、7番のドゥラッツォ2番手の外に並んできました。そして先頭にも迫ります。4番シャトン少し前から離れた今4番手、5番手に3番ペイシャセイント、それから6番エルラティオ、1番 SG リカちゃん。4コーナーから直線コースに向いてきます。先頭2番エデリー、やや振り切ってリード2馬身半広がりました。8番イエローリボン2番手ですが、7番ドゥラッツォがこれに並んで2頭並んで前を追ってくる。この外へ出した4番シャトン、今まだ4番手、先頭は2番エデリー突き放した。2番手7番ドゥラッツォ上がってきた。3番手8番イエローリボンに接近シャトンです。先頭エデリー五輪。4レース勝ったのは2番のエデリー、南関東初勝利です。鞍上は神尾霞騎手、勝ちタイムは2分15秒9でした。なお5番の勝ち馬投票券には返還金がございます。ご注意ください。枠入り完了、スタートしました。まずは内1番競泳メジャー押していますが、外から11番コスモスターリング花に立っていくようです。押しながら8番ハーモニーレグルス、9番レオンベルガー前に迫っていきます。外から9番レオンベルガー花を主張していきますか。4番手に1番競泳メジャー、並んで2番キャストロペトラ、1コーナーこの後ろ中段に6番先駆けバイオ、5番エスプリピート、後方少し離れました。縦に長い展開です。先手を取ったのは9番レオンベルガー、リード2馬身半から3馬身です。11番コスモスターリング2番手、やや差を詰めて1番競泳メジャーと8番ハーモニーレグルス、この後ろが1馬身半差、2頭並んで5番エスプリピートが内、外に2番キャストロペトラ、2馬身後ろに8番6番の先駆けバイオ、後方から差を詰めていくのは3番のバーユ、並んで10番ニーヨル、4番アウタースペース、7番のムーンダイアローグ、やや遅れてしんがりです。馬群が詰まってきました。先頭変わっています。11番コスモスターリング、9番のレオンベルガーは交代して2番手に上がった。8番ハーモニーレグルス、手が盛んに動いて先頭を追っています。続いて3番バーユ、これも追っつけながら、1番競泳メジャーがこの内側、4コーナーから直線です。先頭11番コスモスターリング一気に突き放した。リード3馬身広がりました。2番手8番ハーモニーレグルスの外から3番バーユが上がってくる。3番バーユ2番手に上がって先頭を追ってきます。この後ろから追ってくるのは5番のエスプリピート、今4番手から3番手に並んでくる。先頭はコスモスターリング五輪に。5レース勝ったのは11番のコスモスターリング、見事人気に応え5連勝となりました。鞍上は森田へと騎手、勝ちタイムは1分31秒2でした。ゲートイン完了、スタートしました。まずは押している1番のアークリオーソ、外の出方を見ています。外からは7番アンダンテバイオ、これはすんなり2番手につけるようです。この外から5番のアスミが並びかけてきました。3頭次第に並んできて、4番手に3番ビアグローリアス、5番手7番イグドラシル、それから差がなく4番エーススパークル、6番ヒトノアドリーム、後方追走、
前の3頭並ぶような格好で1コーナーへと入っていきます。先頭は内から1番アークリオーソ、リード1馬身弱取りました。残り1000の標識を通過。並びかける7番アンダンテバイオ、5番のアスミ、3頭並んだ格好向こう上面です。この後ろ1馬身差、4、5番手並んで4番のエーススパークル、3番ビアグローリアス、さらに2馬身あって2番イグドラシルは今6番手、やや差を詰める6番ヒトノアドリームしんがりです。7頭がぐっと固まってきました。一段で600を切りました。先頭逃げている1番アークリオーソ、首の差4、7番のアンダンテバイオ2番手、ここで2頭が少し3番手を離し始めました。5番のアスミはやや後退して2番イグドラシル3番手に押し上げて前2頭を追ってきます。この後ろが離れて5番手以下、4番エーススパークル、外からは6番ヒトノアドリーム、直線です。前は外7番アンダンテバイオ、内1番アークリオーソ、2頭の追い比べは7番アンダンテバイオわずかに前に出ました。1番アークリオーソ2番手追って2番イグドラシル、外3番手から2番手懸命に前を追いますが、2番手争いの外、先頭はアンダンテバイオ、ゴールに。6レース勝ったのは7番のアンダンテバイオ。鞍上は岡村健二騎手。勝ちタイム1分45秒8でした。収まってスタートしました。まずは外から13番アフォーラーか、14番タイムファクター、内の方からは2番フェミニンルック、これも出ていきます。フェミニンルックが花、その後後位に1番のデイドリーミン、後ろも固まって7番デュクスコンドル、外から上がっていった9番のシメッダーリング、後位に取り付きます。そしてこの一段14番のタイムファクターの内側に5番のアキコの夢を1コーナーカーブ、中段追走6番の10カウントです。 1,2 コーナーの中間、先頭は2番のフェミニンルック、小林修斗、リードは1馬身半、1番デイドリーミン若杉麻と並んで13番アフォーラカ、新原修馬、2コーナー回っていきます。4番手で9番シメッターリング原雄介、その後また1馬身差で7番デュクスコンドル中原大成、1馬身差14番タイムファクターが中段前で、後ろは4枠の2頭、アキコの夢を秋山俊樹、6番10カウント小林夏香、迫ってきた3番大杉ミッチー、小林亮太が外から上がっていきました。中段の圏内4番ドルドルエイト池谷拓人、あとは1馬身半差12番ドンキースタイル長野武蔵で3コーナーカーブ、後ろ11番ハーモニーアベル、水沼元気に、外から8番プリートスリード神尾霞、10番ワンラブ古岡優輝、後方です。最4コーナー中間から4コーナーカーブに入っています。一気に前は3番大杉ミッチー、小林亮太が前に出ている。4コーナーカーブから直線、2番手に変わっている2番フェミニンルック、小林修斗、また前を追っていけるかどうか。その後3番手以下13番アフォーラか、外から1番のデイドリーミンが懸命に追って、さらにその後から4番のドルドルエイトも追いすがります。しかし先頭は突き放していく3番の大杉ミッチー、小林亮太、大杉ミッチーだ、ゴーリン。7レース勝ったのは3番の大杉ミッチー。デビュー19戦目嬉しい初勝利です。鞍上は小林亮太騎手。勝ちタイムは1分39秒3でした。収まってゲートイン完了、スタートしました。10番のヒートアップハート後ろからになります。高ダッシュ12番シークサトゥルース、一気に抜けていった、早くもリードを広げていきます。3番シャウト、並んでいく11番 K.I. テリー、後ろは固まって前と上がっていくのは8番タツノマッハ、この圏内に9番アングラン、それから1番博愛ゴジロー、中段まで巻き返した10番のヒートアップハート、3コーナーに入ります。この後6番エールビッフ、5番のトリプルフォー、2馬身差で2番のゴールデンオパール、その後から4番対戦アンシェル、7番新時代が最後方です。前は4コーナーカーブに入っています。先頭12番シークサトゥルース、リードは2馬身くらい、直線コースに入っていって、2番手からこれを追ってくる3番のシャウト、さらに3番手以下11番 K.I. テリー、内をついては博愛ゴジローが足を伸ばしてくる、外目追いすがっている8番のタツノマッハ、しかし先頭は止まりません。12番のシークザトゥルース、シークザトゥルース7連勝ゴーリン。8レース勝ったのは12番のシークザトゥルース、人気に応え7連勝です。鞍上は新原修馬騎手。勝ちタイムは54秒1でした。14番ゲート収まって
スタートしました。まずは3番リボンビグラス、この外で4番のイツハ、さらに外から14番のシンキングポケット、これも前に行きます。うち1番のミッシーコルズは後位の一角で、外を通っては5番のオルロージュ、それから上がってくる8番のアークストーン、前々に迫ります。10番のカモンベイビーも後位の後ろといったポジションで、その後中段からは9番マットビーナス、2番ファラウェイ、そして7番シンボリビーの13番サーブルルミエール、1コーナーカーブ、後方12番メイクミンハッピー、それから11番アルマス、最後方は6番正気です。2コーナーカーブに入ります。前はやや競る格好で8番アークストーン水沼元気、内3番リボンビグラス野畑亮、向こう上面に出ていきました。2頭の後ろは3馬身から4馬身で、14番シンキングポケット、新原修馬、また3馬身差、5番のオルロージュ秋山俊樹、接近してくるのは内から4番イツハ田中光太、それから10番のカモンベイビー若杉あさとに7番のシンボリビーの小林修斗が上がっていく。インコース1番ミッシーコルザー、古岡優輝に並びかけて2番のファラウェイ池谷拓人、さらに中段よりも後ろ固まってきました11番アルマス小林夏香、9番マットビーナス長野武蔵、12番メイクミンハッピー原雄介、後方に13番サーブルルミエール小林亮太、6番の正気神尾霞、後方を進んでいます。馬群は4コーナーカーブに入っています。前は3番のリボンビグラス、先頭で直線コースに入りました。リードは1馬身です。内から差を詰めてくる14番のシンキングポケット、そして外を懸命に追いすがっているのは8番のアークストーン、4番ティーカから7番のシンボリビーの追っている。前は3番リボンビグラス粘っている。野畑亮リードは1馬身、3番のリボンビグラス五輪。9レース勝ったのは3番のリボンビグラス、人気に応え3連勝です。鞍上は野畑亮騎手、勝ちタイム1分46秒6でした。今収まってスタートしました。内で1番の上野茜押しています。真ん中7番ピースフラッグ、8番ディストピアーナ、さらに外からは9番エミースロマンス、内の方6番ファルコンソードも前の位置、さらに外から11番サンエーウルフもすっと今2番手先頭へと並んでいきました。後位に8番のディストピアーナ、この後差がなく2番の JK マクフィー、先団の後ろ1コーナーカーブに入ります。さらには3番の T ポンドが中段位置で、内差がなく4番エン、後ろも差がなく固まって追走していきます。 1000m 切りました。2コーナーカーブ、先頭1番上野茜リード1馬身、11番サンエーウルフ2番手、3番ティーカは固まって6番ファルコンソード、9番のエミースロマンスに、それから8番のディストピアーナ、前5頭1段で向こう上面です。1馬身半差、2番 JK マクフィ、3番 T ポンド並んで、さらに外から13番のフェリスアロー、中段よりも後ろ4番のエン、14番ブラックネド並んで、外10番バルミーゴーラ、後ろばらけました7番ピースフラッグ、12番モンゲー鋼、5番のデリーブラウンが最後方追走です。14頭3コーナーカーブに入っていきました。1番の上野茜やや差を詰めて11番のサンエーウルフ、 400m を切りました。さらに外から9番のエミースロマンス、インコース6番のファルコンソード、この後で8番のディストピアーナ、さらに内2番の JK マクフィ、直線コースに入りました。1番の上野茜粘っている。リードは1馬身弱、2番ティーカは広がって内をつくファルコンソード、この外側サンエーウルフ、さらにはエミースロマンス、じわじわ前に迫ってくる。5番ティーカも固まって8番のディストピアーナ以下、前は9番のエミースロマンス、外から抜け出して五輪。10レース勝ったのは9番のエミーズロマンス、川崎コース初勝利です。鞍上は澤田亮也騎手、勝ちタイム1分45秒3でした。さあ第11レースは今日のメインレース、ダートグレード競争第21回鎌倉記念 S2 距離 1500m、 ご覧の9頭による一戦でした。収まってスタートしました。2番のスペシャル X、 中ではいいスタートを切りました。そのまま花に行きますか。外から8番のウィンドフレイバー、7番ヒーローコール、4番デステージョ、3番サムタイマーゴー、先団は5頭固まります。この後はばらけました5番グリーリー、9番ライズゾーン、離れて1番コンプラドール、6番の逆転王最高峰です。
9頭の馬群は早くも縦長、1000メートルを切っていきます。花は2番のスペシャル X、 リードは1馬身。2番手に上がってくる7番ヒーローコール、前へと並びかけます。2馬身差、森騎手やや促しながら4番デステージョ、3番手3馬身開いて3番サムタイマーゴー、この後8番ウィンドフレイバー、やや離れて9番ライズゾーン、それから5番のグリーリー、大きく後方離れて1番コンペラドール、6番の逆転王です。9頭の馬群はさらに縦長、3コーナーカーブへと入っていきました。前は2番のスペシャル X、 そして7番のヒーローコール、7番ヒーローコールがスペシャル X に並んでいく、その差を詰めていく。そして4コーナー、ここで変わるかどうか、2頭が並んだ。そして3番手で4番デステージョ、直線コースに入りました。外からはウィンドフレーバーが追いすがっている。前は7番ヒーローコール、わずかに前に出る、内食い下がる2番のスペシャル X、 2番手離れて3番手4番デステージョ、8番のウィンドフレーバー4番手完全に抜けた、先頭7番ヒーローコール、ゴーリンヒーローコール重賞制覇です。直線2頭の一騎打ち、ゴール前で抜け出したのは7番ヒーローコール号でした。強力北海道勢を退け、4連勝で見事初タイトルに輝きました。鞍上の酒井誠二騎手、今年重賞初勝利、通算では63勝目、管理する小久保聡調教師は今年重賞7勝目通算では74勝目となりました。払い戻し金はご覧の通りです。前着順はご覧のようになっています。1着は7番ヒーローコール、2着が2番スペシャル X、 この上位2頭が12月14日川崎競馬場で行われます全日本2歳優秀への優先出走権を獲得しました。そして3着には4番デステージョが入っています。第21回鎌倉記念の結果を振り返りました。それでは最終第12レースを振り返ります。収まってスタートしました。最終第12競争、内から押して1番タイニーパワー、1番外からは12番のワイプアウト、これも出ていきます。さらに間から6番の全皇帝、3頭広がった外、12番のワイプアウト、花に行きます。さらに後位に接近9番クーバ、これも前へと迫って1コーナーカーブに入っていきました。後位の圏内、4番手インで1番タイニーパワー、4番姫御前、外を通って7番のスリーコーツくらい、1、2コーナーの中間から2コーナー、馬群は縦長です。先頭12番ワイプアウト、リードは4分の3馬身、体半分、9番クーバ2番手、3番手以下は固まって、1番タイニーパワー、6番全皇帝、4番姫御前に後ろさなく7番のスリーコーツくらい、さらに1馬身差中段は固まって2番のララランド、それから5番の名将荘厳と外、11番のアークエンジェル、やや遅れ始めています。接近する10番のキャッスルロック、あとは開いて3番ミドナイトコール、内を開けて追走、さらに遅れて8番バクラバ、最後方です。3コーナーカーブに入っていきました。先頭12番ワイプアウト、リードは体半分、4分の3馬身、1馬身少し広げて 400m を切りました。2番手で9番クーバー、迫ってくる6番全皇帝、内を通って1番のタイニーパワー、4コーナーカーブ、さらには7番3コースくらいも追い上げて前へ固まって直線コースに入りました。12番ワイプアウトをめぐって外から追いすがってくる7番3コースくらいに、さらに一気に外から5番の名将荘厳が伸びてくる、前に迫ってくる、内目からは9番のクーバ、それから全皇帝も追いすがります。さらに1番外からミドナイトコールも突っ込んでくる、ワイプアウト、名将荘厳、ミドナイトコール広がってゴール。第12レース、勝ったのは12番のワイプアウト、人気に応え6連勝です。鞍上は真島大輔騎手、また管理するのは池田隆調教師、本日これが2勝目となりました。勝ちタイムは1分37秒9でした。ここまで今日の川崎競馬を振り返りました。